将棋の第46期岡田美術館倍女流名人戦主催イコール放置新聞社日本将棋連盟特別協賛イコール株式会社ユニバーサルエンターテインメントの女流名人リーグ最終一斉対局が発 東京都渋谷区の将棋会館で行われ、通算8勝1敗の谷口幸女流2段26が初の女流名人挑戦を決めた。来年1月19日に神奈川県箱根町で開幕する5番勝負で、里見香な女流名人27イコール精霊女流王座 女流王位、倉敷東海イコールに挑七7章で並んでいた伊藤え女流三段26は、香川愛生女流三段26に敗れたが、谷口は藤田綾女流二段32に勝ち、挑戦ギップを得た。4度目のタイトル挑戦で、 初の獲得を目指す谷口は今日決まると思っていなかったのでびっくりして女流名人戦は憧れのタイトルで女流騎士になってからの目標です里見さんは自分の未熟さを教えてくれ成長を見せたいと思っていますと抱負を述べ